チーム無線少ないんで話すことが、もしかしたら逆に言うと僕がブチ切れてるとこも聞こえたりするかもしれないんで、そうなった時は笑って聞いてください。ドライバー基本エンジニアから背中を押される方が好きなんで、まあそうやって背中を押してくれている時の言葉を聞いてほしいなと思います。はい、バンテリンチームトムス37号車宮田理智です。今シーズンスーパーオミラ参戦3年目になり、まだポールポジションという賞が取れてないんで、今年はポールポジションという賞を目指してシールチャンピオンも取って、自分の将来につかみ取れるように頑張りたいなと思います。応援よろしくお願いします。第3戦鈴鹿オールレッドからブラックアウトで今スタート切っていきました。ポールから追い追いスタート、2番手つもりもついていく、3番手のじりちょっと山下牽制、ポールからしっかりと大湯が前を押されていきます。2番手つもり3番手のじり、後方は近藤レーシング勢も続いていきますが、リアムローソンがジャンプアップしてますかね。8番手から山下の後ろについてきましたリアムローソン、5番手に上がりましたリアムローソン、そして1台挟みましてリアムローソン挟みましてコタカという状況。2番手つぼい、3番手のじり、4番手に上がってきましたリアムローソン。前のオートレースはどんな感じ？今使ってるよ、今使ってる。対決ですね。1999年組。昨日リトも悔しい顔してましたからね。はい、宮田はタイム抹消もありまして、予選12番手というところから今日スタートしてきています。そこから上げてきました。宮田リトも、さあアウトに振ってきたぞ。小鷹の外から宮田リトもオーバーテイク。おー、すごい。大外刈り。うーん、宮田ペースいいですね。宮田理智がこれで8番手浮上。ただその分宮田が追いついちゃいましたね。はい、あ、宮田が来るんですよ。来ます、来てますよ、もう来てますね。あ、来てますね。平川の真後ろグリーンのカラー、バンテリントムス。さあここは今度は3台の争いになるのか。ですから前の車を、ね、抜きに行ってオーバーテイクボタンを押して失敗すると後ろに抜かれるという、ね、はい、リスクが今のこの SF の戦いではあるんですね。まあ、でもちょっとあの間を空けてますね。ですからこのバックストレートから130R 試験員をつないでのホームストレート、この2本のストレートでどういうふうにオーバーテイクボタンを押すかによってですね。宮田も平川をちょっと試験員の進入牽制していきます。激しい争いになっています。トップは大井としき、2番手坪井翔、3番手リアムローソン。さあ後ろでは宮田理智が平川のインに入ってきた。使いましたね。そうなんですよ。ですから前の車を、ね、抜きに行って失敗するとこれが起こるんですね、今のスーパーフォーミュラー。
ここもまたね1999年対決の、リトモ対セナ、はい、いやこれもですねずっと戦ってますからね、全部のカテゴリーで。まあここもねトヨタの中での覇権争いもありますからね。そうですね。さあ宮田リトモがここは1コーナーは入りませんか。でもちょっと勢いは宮田選手ありますね。坂口とは本間さんの差、ちょっと後ろの平川とは、まあ、わずかではありますがちょっと間が空いているという状況です。6番手坂口、そして7番手宮田理友、8番手の平川亮の争いです。もうそろそろウィンドウ開きました。用意し始めましたね。さあ各チーム、あ、無限も準備してますね。じゃあここから自分のベンツ行くよ、引っ張るよ引っ張るよ。大事な大事なピット作業、まずはね一旦は下がると思うんですね。リトも先に入った人たちも41秒台後半あたりに落ちてきたからね、頑張るよ頑張るよ頑張る。さあまずはここはピット作業を送り出したい。 TGM グランプリ6秒フライト、早い見事な作業。さあポールトゥインウィンに向けましてまずはチームとしてもやるべきことはやりました。さあ坪井来た、書いたからね、ここから飛ばすよ。ローソン選手も一旦前です。野尻の前には入りたい。そうですね、入れます入れます。すごい、ローソン、そして野尻の前で、さあ大井俊樹が復帰。さあここからいけいけ大井が見れるかどうか。10周違いますからね、タイヤの使用度が。残り10周です。さあその10周でさあどのぐらいのタイムで、あ、さあ野尻があっという間に差を詰める。野尻があっという間に差を詰める。ああ10周だ、クラッシュが起きた、入るぞ、あと DST 入るから入るぞ。了解、あるよ、飛ばす、入ってね、入ってね。入ったからね、入るよ、入るよ、ボクボク、どうぞ。やはりセーフティーカー、あー、そうですね、セーフティーカーが入ります。牧坂さん、やはり野尻として宮田理友選手とてつもないタイミングで入ってきませんか。あー、そうですね、これさあ、はい、セーフティーカーで宮田理友、はい、そして平川も入ってきています。はい、いやいや、これどういうことですか。宮田理友選手が前に行く可能性あります。ありますよ、はい、大逆転ありますよ。さあチームあります。トムスもしっかりと宮田を送り出す。あ、宮田前に出るんちゃいますか。これ宮田が前に出そう。坪井翔か、坪井出れた。坪井、そしてリアムローソンが来る。あー、坪井が前、リアムローソンも行きます。3番手ですね、宮田が3番手にジャンプアップ、はい、平川が4番、ただ山下が来てますのでホワイトラインまでどっちが前。平川です。平川が前です、はい、これ抜けないんで、はい、山下、宮田、平川、ジャンプアップです。はい、しかもでも3番手に戻ったかな。3番手、はいはい、頑張っていこうね、頑張っていきましょう。周りの OC の状況教えて。ちょっと待ってよ。
と現場クリアになったらしいってリスタートする可能性はあるよ。セーフティーカーインディースラップ入りました。ユニタムリスタート集中していけよ。なるほど。あ、もういった。さあ、坪井が130R で一気にペースアップ。リアムローソン続いていく。宮田りとも、平川亮、大本も続いていきます。うまいですよね。うまいですね。うまいですけど、ローソン選手ブレーキで詰めましたよ。あ、本当ですか。平川選手狙ってますね。すごいリアムローソン。さあ、坪井はインを抑える。平川は3番手の宮田りとものリアについてくる。よし、坪井守った。リアム残り7周になるからな。あのね、宮田りともからしたらまず2、ま、トップの2台やらして使えなくしてから自分が行くって考えてる可能性もありますね。なるほど。欲乗りを得ることができるか宮田りとも。その後ろから実力者平川亮、やはりこのレースも上げてきた。さあ、君たち残り6周何見せてくれる。宮田りとも平川亮がちょっと差を詰めてきたでしょうか。詰めてます、ね、坪井選手ペースいいですね。あ、さあ、坪井が後ろがやり合ってる間に一気に差を広げたいところ。ただ宮田選手がついてる。最ベストです。宮田りとも平川亮、タイヤを変えました。2台が非常にいいタイムを刻んでいます。セクター2のタイム、宮田が来てる。宮田りとも来るか、宮田りとも来るか。まだここは入ることはできません。前は音信使ってんの、忘れてよ。使ってないよ、使ってないよ。落ち着いていこうね、大丈夫だからね。ここはチームとの連携プレー。さあ、最終コーナー前、リアムローソンとの差を詰めていきます。3番手宮田りとも、坪井翔逃げる、坪井翔逃げる。リアムローソン追います。後ろから宮田りとも、平川亮。さあ、坪井とローソンの差がじわりじわりと開いていきます。いいですね。あのテンション高い宮田の無線に対してチームは超落ち着いてますよね。、うん、あれも落ち着けよっていうメッセージも入ってます。うん、逆に今これ使った方がいいんじゃないですかね、宮田選手もね。いや、今使うとですね、後ろの平川選手も怖いんですよ。来てますからね。なるほど、はい。前の4台が1分40秒台、5番手の山下以下が1分42秒台ということになっています。坪井選手がファーストセットラップで逃げてるんですよ。おー、来ましたね。坪井ファーストセット1分40秒230。ローソンよりコンマ7秒早いです。あ、ここで使いましたね、宮田選手 OTS。 さあ、ローソンの後ろ、宮田りとも、宮田りとも外に振って試験員の進入どうか。ここはリアムローソン抑えます。いや、2本使えますからね。逃げる2番手のリアムローソン、追いかけます宮田りとも。いやいや、これもう突き使ってますからね、いけますね。左に振って並んで一気にパス。グッジョブ。さあ、宮田りとも2番手、素晴らしい。前の坪井を追います。これね、坪井選手にとったらものすごく嫌です。あのローソン選手のポテンシャルはもう見えてます、再スタートから、はい。後ろにですね、新たな資格、宮田りともが来たんです。うん、宮田りともが自分に対してどこが速いか遅いかわからないんです。それが坪井選手にとってはものすごく怖いと思います。さあ、宮田りともがあと4周あります。迫っていく、初優勝の千載一遇のチャンス。坪井の敵はローソンではなかった、宮田りともでした。はい、いいよいいよ、頑張るよ。もさあ、ここは平川亮、宮田りとも選手、セクター1、セクター2全体ベスト。一気に坪井との差を詰めていきます。
宮田里友。開幕2戦悔しい思いをする中で、さあこの鈴鹿で一気に壺をパスできるか。残り4周。さあ宮田、壺を使ってたら教えて。今度は壺の OTS、 ここを気にします。さあ迫ってきたぞ、宮田里友迫ってきた。逃げる壺井翔、追う宮田里友。当たらないでよ。そして後ろはリアムローソンと平川のバトル。ローソン平川、ここはローソンまた抑えるが、平川ぐっと詰めてくる。114秒残ってる、いつでも使える。114秒残ってる。さあ坪井の後ろ、宮田里友が来る、宮田里友が来る。冷静になったもん勝ちです。ローソンの後ろ今度は平川亮。目の前の優勝を誰が掴むか。優勝争い、そして表彰台圏内の争い激しくなっています。ローソンはやはりちょっとペースが上がってきません。平川も OTS 使いましたからね。宮田里友がファステストで今1分40秒049。さあ坪井、さあ坪井です。宮田の残り OT19。 ファステストで追いかける宮田里友。さあ坪井の後ろにぴったりついた。優勝へあと1台かわせばというところまで来ています宮田里友。そしてセルボのエースとしての意地が坪井にはあります。これね、あと残り19秒使い切って抜けなかったら、はい、もう坪井選手です。なるほど。さあ宮田来るぞ、宮田来るぞ。試験の進入どうか。2人ともうまいですね。うまさというのは今どんなところに感じましたか。いやいや、もうそのライン取りもそうですし、ブレーキングもそうですし、見ている人がドキドキしちゃうんですよ。さあ最終コーナーから立ち上がってくるホームストレートの2台。これ両方使ってるかもしれませんね。そこが114秒あるからね、でも使えるようになってるから。いや、うまいよ。後ろこれだけ煽られてるのに坪井翔デントしてますもんね。フォーバトルを演じてくれています。すごくレベルの高い争いの2台、坪井翔、宮田里友。ハイレベルなレース最終盤の優勝争いです。宮田里友あと3周ね、3周。坪井にとっても3シーズンぶりの優勝、そして追いかける宮田里友にとっては願ってもないスーパーフォーミュラ初優勝のチャンス。だとあれですよ、チームメイトですよね。そうですね。まあ今日は非常にそういったところのね、ドライバーの関係というところがいろんなドラマを生んでいます。もう2人とも全開ギリギリですよ。はい、思いは使ってない、使ってないよ、使ってない。スプーンカーブの進入から立ち上がり、さあここの加速蹴りトラクションはどうか。逃げる坪井、追う宮田、この関係変わらず。後ろのローソン、平川も僅差。さあ宮田里友、ちょっと内側を伺います。 130R 立ち上がっていく。さあ試験に飛び込むか、外から宮田、外から宮田。インさあここの OT どうする。ここの立ち上がり、もう完全に坪井のテールを抑えています。あと2周、どこで使うんだろう。いい抑えに来てるよ。さあ後ろついた、左に振る、宮田里友一気にストレート、一気にストレート、サイドバイサイド、外から打った、もう外刈り1本、宮田里友決めました。後ろも行ってるよ、平川亮。さあローソンと平川、ローソンと平川、平川が前、3番手浮上。はい、いいよいいよ、頑張るよ。レース最終盤、そう、素晴らしいオーバーテイク2つ、宮田里友、そして2番手坪井、3番手平川、ローソンも、ただ今度は平川の後ろぐっと詰まってきたか。さあ最後までトヨタワンツースリー、ホンダのホームでトヨタが死守できるか。
そして宮田りともにとっては悲願のスーパーフォーミュラ初優勝まであとわずか。さあ最終コーナーを立ち上がってくる宮田りともがやってくる。待ちに待ったスーパーフォーミュラ初優勝、素晴らしい。りともおめでとう。坪井も頑張った。そして2位に坪井翔、3番手平川、リアムローソン4番手、トヨタ1、2、3。よし、湧き上がりますバンテリンチームトムス。新たなウィナーの誕生、宮田りともです。頑張ったよ、おめでとう。早かった、よかった。ああ、ありがとう。ごめん、ずっとご相談になっちゃって本当にありがとう。あの高いこと待ってなくてごめん。ありがとう。登れなかった、ごめん。いやまあ、相手プレッシャーだからしょうがないよ。まあ、よくやった、よくやった。まあ、すごいごめんやないよ。もうこれはもうセーフティーカーのタイミングだ。そうですね、まあ、もうセーフティーカーのタイミングで、その前にあなたはね、もういいタイヤを使い切ったんですよね、ローソン選手とのバトルでね、ところにマシーンを止めます。宮田りともです。声からしてちょっと泣いてましたよね。さあ喜び、どんな表情、どんなアクションを見せてくれるんでしょうか。見届けましょう。待ちに待ったスーパーフォーミュラ初優勝、バンテリンチームトムス宮田りともです。一つヘルメットをつけたままよしと大きな掛け声、そして拍手を送ってくれます鈴鹿サーキット、集まってくれたモータースポーツマン、スーパーフォーミュラファン。さあそして見事スーパーフォーミュラ初優勝、宮田選手待ってました。ありがとうございます、やりました。